さあ、えー、本日のアンケートですね大家さんですかはい「A」「はい」「大家さんです」「B」「いいえ」「大家さん」ではありません名前が大家さんだよっていう人は B ですねはい、えー、メールで参加する方は HIP アットマーク ROKINAWA.CO.JPHIP アットマーク r o k i nwa.co.jp. a はいよ。電話がですね、098869-8640。はい。ファックスが098869-2202となっておりますので、 今日もですねいつものように1時までは A と B のパーセントがこんななるんじゃないのかトントントンと言って予想もタックアしてからに送ってくださいえ見事ピットし感化の方にはお米券をプレゼントしておりますので T サージに参加するすべての皆さんは住所本名電話番号そして郵便番号をタックアしてからに張り切って参加してみてください誕生日は1時までにバナー送ってきてください懸命に誕生日と書いてくれると非常に助かりますよよろしくお願いします さあそれじゃあですねお昼のニュース行ってみましょうか世の中どんななってるんでしょうか今日は報道部ニュースセンターから近所七重アナウンサーです七重ちゃんはいこんにちははいこんにちはよろしくお願いしますお伝えしますはい七重ちゃんどうもありがとうございましたはいありがとうございます大谷さんですか <laughs> すごい質問ですよね。<laughs> すごい質問ですね。うん、えっと、いいえですね。あ<ー>うん。大家さんいます。今住んでるところに。あ、えっと、大家さんっていうのは。不動産会社の方とは違うんです、ね。えっとですね。そうですね。まあ、オーナーですね。<laughs> うん、その。オーナーさん。はい。 そうですね。会ったことあります？会ったことはもちろんあります。<ー>よく会話もしたりとか、はいはい、はい、はい。そうですね。で、こう今住んでいるアパートの、うん、こう,こうメンテナンスとかで回ってきてくださったりするので、ほうほう顔見知りではありますね。あ、そうなんですね。はい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 。どういうイメージですか、大家さんって？あ、そうですね。いやでも本当にあのとても素敵な、うん、こう。 大家さんというか私がいつも接しているこう不動産関係の方はそういう方が多いので、うん、すごい朗らかなイメージがありますけれども<ー>まあ一方でもう本当にこう。 全体をある意味統括というか、うん、みんながこう安心安全に暮らせるためにあの日中もうずっとこう24時間365日、うん、こう気を張ってらっしゃるんじゃないかなっていうイメージありますね。まあまあ大体今この、まあ、管理とかもね、うん、不動産屋さんに任せる方もいらっしゃったりしますけどね、はいあまあ、やっぱりでも最終責任者ではありますからね、うん、そうですねなんか、ねうん、昔の漫画にね。 あれ大家さんでしたっけメゾン一国ってああ確かそうだったと思うんですけど女の人大家、うん、さんだったかなさん管理人かな,なか難しいところですよねその線引きがそういうイメージがやっぱりあって大家、うん、さんって、はい、あんな綺麗な人が大家さんだったらいいなって思いますけどね<笑><笑>本当ですよね <laughs>、うん、だいたいイメージね、はい、現実はおじさんが多くないですか、うん、あ そうですね男性が多いとは思います、イメージとして。ただ、私がお世話になっている方は女性ですごいかっこいい感じなんですよ、朗らかでかっこよさもあってうちが子育てしてるっていうのも配慮してくれてだったら1階のこういう部屋がいいと思うよとか。かねそうでですえてくるら また一方でもう少しこう広い部屋で家賃はこれぐらいしか変わらないところがもうすぐ空きそうだけど移動するとか声もかけてくださったりしてそうすごく素敵な方で本当にありがたいなと思いますねあの僕今住んでるところも大家さんがいるんですけどこの方もかっこいい方ですねあそうなんですねはいはい女性の方なんですけど女性の方で大家さんってなんかすごい ねよりそう憧れるというか、かっこいい感じしますよね。キャリアウーマンというかね。いいですね。うん。いろいろなんか融通も聞かせてくれて。はい。まあ、これこっちい子なしたり、いい女なしたりよって言ってくれてあ、ありがとうございますみたいなね。うん。会話もしたりしますけどね。そうですね。やっぱりなんか社交的な方が多いんですかね。うん。やっぱね。そうそう、挨拶とかね、きちんとしてくれるんですよね。うん。 うん助かりますね、うん。本当ですね。やっぱりそういうところこう社会的なこう基本的なところやっぱり失敗されてるとより一層こう、うん、信頼感も増しますもんね。あとはですね集合住宅の場合はですね、はい、そこにどういう方が住まれているかっていうのも結構大事ですよね。ああそうですね。うん、なんかや,やり取りあったりします？近隣と。ないんですけど。うん、でもあのすれ違ったりするときは。はい 必ず挨拶しますし、はいはい、で住んでいらっしゃる他の方もみんな挨拶するんですよ。あ、いいですね。そうなんです。で、こう娘が、うん、あのもうちょっと小さい時に。 こんにちはがまだ言えないぐらいの時に、はいはい、こんにちはみたいな言ってても、うんうん、あ、可愛い,いねみたいな感じで。接してくださって、<ー>こうコミュニケーションが割と取りやすい。<ー>うん、地域なのかなって思いますね。そういうの結構ね、うん、ちっちゃいことですけど、大事ですよね。うん、なんか階段であったりとか、うん、エレベーターであったりするからね。うん、本当ですね。うん、で、こうところどころで、やっぱり。 あのまあ、電気が切れたりですとかあ,はい、はい、あと落とし物拾、まあ、い物があったりとかすると、うん、なんか「あそこに拾い物あったのでちょっと気をつけてみてくださいね」みたいな声を掛け合えたりするので、うん、そういうところは本当にいい場所に住まわせてもらってるなと思いますし、うん、自分もずっとそうでありたいなと思いますねねいいですまたこのね。 例えばこの一緒に住んでるこの集合住宅の中のこの子供が大きくなっていくのもずっと見てるからね <laughs> この集合住宅の人たちもねそうなんですよ、ね、大きくなったねっつって本当ですね周りの子やっぱり子育て世帯が多いのでうん、うん、その他の子世帯見ててもあ なんかあっちのお兄ちゃん小学生になったのかなとか思ったりりすするのもありますね僕らが小さい頃っていうのはそういうことって、うん、隣のお家同士でやってたことを今だとこの例えば集合住宅でやったりするって感じですかね。うん、そうですねもちろんあの 昔かつてほどこうコミュニケーションが密でお味噌をこうお互いに融通し合ったりとかねそうですねうん、うん、それは、まあ、今はないんですけれども、うん、でもなんだろうその雰囲気というかいざとなったら互いに声をかけ合えるっていうこの空気感っていうのはちゃんと保ち続けたいなと思いますね、うん、いや本当そうですよ、うん、なんか挨拶ちゃんとしといたらこのなんか防災的なことがあった時にね、うん ですよね。声かけられますからね。誰誰いたなそういえばって顔わかると、ああの人また避難してないかもしれないとかね。いろいろね思いが巡らすことをできますからね。そうですね。あのお隣の方大丈夫かなとかね。うん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 。そういうのは本当にあの頭の子どこかしらに置いておいて心がけるの大事ですよね。これ今時の距離感なのかもしれないですね。そうですね。確かに足をこう踏み入れすぎないというか。そう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 。いいいと思いますよ。またあんまりね個人的なプライベートに。 入っていってもあれだし、うん、まあまあ今時のいい形じゃないかなと思いますけどね。そうですよ、ね、うん、うん、うんうん、はい、わかりました。ありがとうございました。うしたそうですね、やっぱりこう何かあった時にね、こう声かけできるっていう関係は作っておきたいですね。うん、はい、お昼のニュースは報道部ニュースセンターから近所七井アナウンサーでした。いい本日のアンケートはですね、大谷さんですか。え、はい、B. E. A.。いいえ 名字公屋さんでですが B っていうことです、ねはい、あのい僕がというよりはうちの実家が一応はいあの大、ー、家というかみたいなことはやってますよはいはいそうですねはいそんなに別に大規模じゃないんですけどはいさあいきましょうえー、お疲れでやんすチョリッス本日も朝から天を上げ南部からスクリューでーすはいこんにちは暑い日が続いていますがこまめに水分補給しながらよんな頑張っていきましょうい」。 本日ののアンケート B 大さんではないっすどうしたの ?T サージはリスナーの大家さんを探し出して何を売りつけようとしているのツボそれとも物件探しでもしているの ?T サージのリスナーさんに大家さんは少ないんじゃないかな逆に地主の方の方が多いと思うけどなちなみにおいらは地主でもありませんけどではではお時間まで千葉りをねっお逆ですね地主の G をあの G にするというね お尻の方の字にするというねうんはいありがとうございますいやあのですね別に当然100ゼロではないですよはいさっきちょっと X 見たら全然100ゼロじゃないですね意外といますよ大谷さんはい。まあ、一口の大谷さんと言ってもほらねアパート持ってんのか貸し屋にしてんのかいろいろあるからねパターンはね、うん、はい ひぶ、えー、さんこんにちはチーム洋服屋市場のまきですこんにちはいいえ大家さんじゃないです前に住んでたアパートで私は毎日一階の駐車場の掃除をしていましたどうやらそれ大家さんが見ていたらしくぼんくれに三越から上等ハムが私宛に届くようになりびっくりしたことがありますはい大家の恩返しですねはいまきさんいやいやいいことしてるじゃないですか上等よ あいやこういうのはもう大家さんから見たとあい,いなこの人はありがたいね」っつってうんいやあの貸してる物件なので綺麗に使ってくれるってるのを見たら嬉しいんじゃないですか多分大家さんって。ね <laughs> ヒープさん毎日涼ししいいいところからおお仕事してでいいですねお前指すあなんかちょっと皮肉なニュアンスが入ってる <laughs> おかしくなってきてるぞ。あれ 早速今日のアンケート B。今住んでるアパートは大家さんが個人系家の不動産だったけど、もう年だから大手の不動産に代わって細かく見回りに来てくれて助かっています。この前階段が落ちたっていうニュースやってたからか階段の寸法も測りに来ていました。新しくし,新し,くしてほしいな。では今日も楽しく聞かせてもらいますね。はい。お前ゆえびさんありがとうございます。まあ、これもですね、大家さんの性格によるんでしょうね。 細かく見に来るのか全然見に来ないのか不動産屋さんに任せっきりなのかね、うん、はい、ありがとうございますいやいやそうですか階段が落ちるってなんかあったなニュースなううんうん、うん、またこの蓄年数とかいろいろ気にしないといけないんでしょうね、うん、会長こんにちはコープポ,ポロリーマン403号室の中村ですポロリーマンだな多分な。<laughs> アンケート B です 梅干しも食べきれないこんなやつが大家なわけないですアパート系家などは親戚にもいないですね一軒家を貸してるおじは一人います大家に憧れはありません火事なしたり自己物件などになったら逆に大変ですはいポロリーマンさんありがとうございますうん一番怖いのはこれでしょうね火事もしくは自己物件ね、はあ、はいありがとうございます 梅干し食べきれる食べきれない関係あるこれ <laughs> 大屋になるにあたってまあでもちょっとお子ちゃんまではあるかな梅干し食べきれない <laughs> 何歳やことやもう今までいっぱい食べてきたんじゃないわ梅干しって <laughs> はいえーひぶさんこんにちはラジオネームカサカサブランカーと申しますはいこんにちはアンケートの答え B です中学生の頃お前が一番大屋か 喧嘩の方と言われてはやられ同級生からもこいつ大屋だよと言われたらやられました散々でした以上はいということでおなるほどねこれ言っていいんですかねねうーんなんで大屋って言われたかっていうことですよね顔でしょうかねなんでしょうかね <laughs> なななん癖つけられるなおい <laughs> なんかそれなんで人が紹介すればこいつ大家だよって自分で言うと黙出しもや「いやうるさいよや」って言うなん何こんな言わんけや <laughs> 変な火の粉が万年か,かってくれやさにっていう <laughs> はいコマーシャルですはい本日のアンケート大家さんですか A がはい B がいいええー、X 玉ティロさんが駐車場化してる人も大家さんになるんですかねこれどうします駐車場。 でも駐車大家さんにし,しますかね、えー、じゃあねはいあとマッツンさんこれなうかなアンサー B とーでも今日みたいなお土産が大量の時は下処理をして中野井下の階のファミリーにお裾分けしますよってことで釣りしに行ってるんですよ多分これやんばるのも何だろう崖ほらグルクんだなこれなえっ、ー、C 大量よオーラボックスよ ややるやついいよいいよ持ってこなくても。<laughs> 下処理もして持ってこなくていいよ。<laughs> やめれやこの作戦や。<laughs> えー、はい、大家。 <laughs> やっぱし、<laughs> 大和不動産はパチない所有、まっクリスティチックな、素晴らしいヒープーさん。やっぱし、早張町からメッサー、なぜか3月並み以上チックに仕事が変わらない状態な、This is Royals, He Hearts。はい、こんにちは。は仕事が忙しいの状態やし。はあ、そして、アンサー下に B。そんな物件なんて持ってません、ダミツオ状態よ。 ハーサヒープーさん、やっぱしローヤル的に、車に2台のネオクランド &4 台の旧車と2台の自家用ヒーハーカーは、車の不動産チックに持っていますが、やっぱし、千、数千ユキチもする物件なんて持っていないと思いきやあのリーブスよ。アギジャビオナーベラ。ハーサなんと、一番短すぎる奥様ユーちゃんは、場所は言えませんとルイスですが、マギーでタワマンチックな素晴らしいマンションを所有していたり、 やっぱ地図シゴアニも不動産を所有している人物が数名いたりと。はあ、そもよ。機械という基地があれば、なんかのセカンドヒーハーハウスチックな不動産かマンションの大家にも憧れマクラーレン状態よデュワッツ。はあ、サヒープさん、そんなチックに目の前に3000行地の不動産と34スカイレン GTR ニュールスペがあったら、どちらについついヒーハーと手を出してしまいますミロドリゲス。それでは今日もヒーハーパワー全開で、大家チックにパチナい盛り上がっていこう。 ま、はい、ありがとうございます、えー、3, 僕 3, です僕ではいまあうんじゃあじゃあ不動産を買うと税金がねかかるまあ車もかかりますけど車の税金と不動産の税金ちょっと桁が違うんで車ですかねだってこの34の GTR ニュースペイなんてどれくらいそうだろう2,000万とか車,車ですよ車。 3,000万3,000万しないかまあまあそん,なそんな感じですよ本当にはいだして何だった話 <laughs> あゆうちゃんがむっちゃんマジかいやい上等またいいパートナー探しましたね本当にもう優しくて綺麗でマンションも持ってて <laughs> はいありがとうございますうん車は持ってるけど何台も持ってるけど歩道さんは持ってないよっつってねうん ヒブさんこんにちはスナックふれあいですこんにちはアンサー B 大家さんではありませんしかし大谷雅子さんなら存じてますよあの人うちのお父ちゃんはなから会話が始まる人でご高齢ながら際どいミニスカートを履いて可愛らしかったよね懐かしいなテレビで初体験の話をした時に当時20代だった私は60代のふにゃら具合になりよったヒブさん高齢者の生徒しっかり向き合おうよ今から持つによって 作りますどんだけ何言ってんでしょうかね <laughs> 何の話そうが <laughs> そんなこれさ <laughs> なななん何で <laughs> 何言ってるわ <laughs> はいありがとうございます懐かしいっすねなんか大山雅子さんああいう同じようなポジションの方います今なんかねあんまり見ないっすよねまあ ペーパーパさんがちょっと近いところあるかなと思いますけどまたそれともちょっと違うんですよね大山政子さんってねうちの父ちゃんはねって言ってましたねなんかね懐かしいああこんこん今日も空いてますか、えー、チームポッテか2のオレンジ団地ですはい空いてますよ学生の時に下宿していた時の大家さんは下宿生の親から送られてきたものをみんな自分のものにする人だったな大家になる資格はない、うん、ではでは タイトル、「大家さんはデブ」悪大家」ですね。月縮性の親から送られてきたものつまりどのわらばに仕送りというかそういう送ってきた「やれ沖縄からなんだポークの缶詰」とかなの全部自分で食べてた <laughs> デジャッサや。<laughs> <laughs> いやこれ窃盗あらに普通に。あたとみうみより。 ひどいなあれ怒ったけど食べてないうん来てないよみたいなねあいつだみたいな大家さんデブになってきてる旦那 <laughs> <laughs> こんにちはとぐろを巻いて聞いているパイソン Z ですニョロニョロこんにちは <laughs> どうやら私のベールを脱ぐ日が来たようだな本日のアンケート BB かや <laughs> 何の変哲もない底辺庶民です。かっこ誰が底辺庶民よ。でも部屋数が多ければ多いほどいいというわけでもなく6から10部屋ぐらいがちょうどいいらしく多すぎても維持管理に費用がかさむらしい大や経験のない後輩が微動だんメンバーや <laughs> あるのかなと思ったらや何でないのにこんなの言うばや <laughs> はいありがとうございますいやあの大変だと思いますよ本当に部屋数がもうもうやれなんだ 二十階建てとかなってきたらもうまあもう恐ろしいよお金がかかりますけど維持とか管理も大変だからね。建物ってどんどん古くなっていくからさ。あはいありがとうございます。ベールを脱ぐ日が来たな。B <laughs> <laughs> っていうベールをな。<laughs> はいごまじゃるです。はいはいはい X 見てたらマッツンさんがヤンバルナウですよ。 あげなとおるので実家に届けますよって書いてますけど <laughs> いいよいいよ <laughs> 私今年寄りしかいないからよ魚多分料理できないやつありがとうね気持ちだけはい受け取っときますあれをあれでしょだから餌にしてからマギ狙うんでしょ多分やんどうやあれメインじゃないよねういっしょい超か楽しみやっさマジであんなところ行ってんだなこの崖っていうかやすごいやっさあれグルコン釣れるってのは定義の深さやんどうや多分やうん ヒープアニキ皆さんオッズミスターラビットエビンはいこんにちはヒープ兄貴今夜も仕事終わったらビール飲むぞ暑くなってきたらね夜のビールを楽しみに仕事頑張りますからね頑張りましょうね今日のアンケートは B 俺は長男で実家に戻らなきゃいけないけどさ今は借家に住んでる大家さんとは仲が良く家賃を休めてもらった冷やめ勝ちすべての被災地ああラビットさんミスターラビットさんはいありがとうございますこういうなんか 直接やり取り取ができるところね間に不動産屋さんが入ってないというかねうんはいありがとうございますうんこれねまあ僕も長男なんであれなんですけど結構突きつけられる問題でありますよねラベットさんねうんはいありがとうございますええー、あなんだこれ ヒプさん皆さんこんにちはボワイトレモンと申しますはいこんにちはちょっと久しぶりですねうんアンサー B いいえただの一軒家ですでもベランダが広いのでいつかプレハブを建てる夢を持っていますそしたらそれを安く学生に下宿させたいなと思っていますそれで僕もヒープーさんのように CEO になりますかな CEO といっても小さな家のオーナーの意味なんですけれども <laughs> <laughs> し小さないい家のオーナー <laughs> はいありがとうございますベランダに下宿させるってことはひっちベランダからこっち家の中通って一 <laughs> ムードやす運動や学生が開けてから応接間かないか分からんけどこっちから横断して一運動や外階段はあんだったら別にいいですけどベランダ広いっていいなー めっちゃいいなはいみなみなさまこんにちは爆笑ゴリラですこんにちは今日のアンサーは B でもワンのおじさんは賃貸物件を3頭持っているよ3頭も持ってりゃさぞお大臣、ね、お大臣様の暮らしをしているかと思いきやそんなでもないらしいこの間は借り手が長期滞納してあげく世逃げされたと言ってカンカンになってたしかもそいつの部屋 ゴミ屋敷みたいに汚かったらしくてそ,その処理で死に大変だったっつって怒り狂ってた最近は物価高だから経費がなんとかかんとかって家賃を上げたいんだけど逆に古いアパートだから家賃を下げろという圧力もあって大変だって言ってたってば今時この時代に夜逃げってまだあるのか家賃踏み倒してあのまあ ああれもありますよねだからそういうことを防ぐために大家さんのために、えっと、家賃を保証してくれるっていう会社まあもちろんそれもお金払わないといけないんですけどはあこれ大事だなもう片付けるんでしょだから大家がゴミ屋敷大家の席になるからねこんなのってえー、もう大変これはいありがとうございます ヒップさんあなたの柔軟な対応には感心しています。褒めハブです <laughs> なんか褒め方が変に具体的なんだよな。なんかありがとうございます。<laughs> 今日のアンケートは B 大家さんではありません。私のお世話になっているアパートは1階が他の部屋より豪華な造りになっていて間取りも広く取られているので誰が見ても一見大家さん宅に見えます。なのでいろいろな人が菓子折りを持って挨拶に来ます。少し困っています。 他の部屋より家賃が高いのに来客対応までさせられていいことはありません以上 <laughs> 大家さんもどきってことですね新しい昆虫みたいだな大家さんもどき大きい蝶々みたいな大家さんもどき <laughs> <laughs> はい褒めらうさんどうもありがとうございます。 <laughs> まあ確かに1階とかにあって他の間取りよりも大きくてなんか玄関とかついてたら絶対細かい大家だよなって思うよね。<laughs> 違うんかいみたいな。<laughs> はい、コマーシャルです X でチンナ南ンプルプルーさんが「大家さんは家賃収入があるからメールの採用に陣がかかるようにならずよ」だからこのアンケート取ってるんだな。<laughs> あはあ。これ「ええ」って書いてきた人はみんなメモっといてからに。 こにゃ不動産持ってるからねメールさえよそれってかジントローやさっていうね、死に画期的なシステム <laughs> <laughs> 参考にさせていただきます <laughs> <laughs> どんなやって取るばまず <laughs> イブさん皆さんお疲れ様です筆頭信者のシャバドゥンですこんにちは早速ですが今日のアンケートは生まれてからずっと B して大家さんといえば前に住んでいたアパートの大家さんがデイジいい人だったんだけど住んで何年かしてベランダの冊子の鍵が2つついてるうちの1個が経年劣化でパキッて折れたから大家さんに行ったわけさしたら「1個あったら大丈夫よ」って言われてそのままにしていたわけほんでからさいざ引っ越す時になった時に大家さんが「あれこっちの鍵1つは壊れてるねあいいよいいよ私が直しておくさ」って「直せるんやし」って思ったってばはい。 さバとンさん、どうもありがとうございます。はい、あ、はい、はい。いや、俺、ほ自分で言ってたけどな、みたいなね。うん、いや、もう忘れてるんだよ。忙しいんだよ。多分大家さん。ね。うん。はい、ありがとうございます。あの、自分で直すタイプの大家さんいますよね。要は、あの、間に不動産入れてないとかってなってくると、どっか壊れたって言ったら、だあ、だあ、だあ、私が直そうっつって。 やれ水のつまりだの、網戸、うん、の張り替えだのね。うん、できる人だったらいいですけど、なんか、なん、なんていうの。やら直おしされてもいやさ、なんか。うん、いやいや、業者にプロに頼めようみたいな。<laughs> 時もあるさね。うん、えー。ヒップさん、リスナーさん、こんちくはマジュニアの兄です。はい。こんにちは。 今日のアンケートを B、夢の話ですね。家賃収入ですわな。俺もヒープさんと一緒で大家さんは昼はソファーに横になってポテチを食べながらワイドショーを見てるイメージだよ。今日はリスナーさんに何パーぐらい映画いるか楽しみだな。仲良くなりたい。ではでは。はい。まジュニアの兄さんどうもありがとうございます。いや、これ、あの、あれが多いと思いますよ。普通に仕事しながら大家さんやってる方の方が絶対多いと思いますよ。だって、 家賃収入だけって言ったらそれこそ何等も持ってないとダメじゃない多分ねだってメンテナンス代がどんどん出ていくからねそうそう持ってるだけじゃないやつです税金も出ていくしね、うん、はいありがとうございますポテチ食べながらワイドショーでもいいなはい <laughs> さあじゃあ続いて沖縄方面メおしゃべりキッチンのコーナーですよどうぞ はい1時になりましたティーサージパラダイス午後の仕事もですね車の運転もぜひ安全第一でよろしくお願いいたしますはいババンのコーナーラジオネームシャババンドゥンさんのババン昔住んでいた賃貸の管理人のおじさんしょっちゅう酔っ払って建物の下で寝ていたんだけど一回エレベーターに上半身だけ入れて寝ていてからドアに ガッシャンガッシャンっつって繰り返し挟まれてた死んでるかと思ったやしこれ,これ怖いよ <laughs> まー、あまあ、で寝てるば <laughs> いやいやあよく起きなかったなガッシャンガッシャンされてほんとにはいまあいいじゃあ皆さんのお誕生日をですね晩組化してからにお祝いしますよとはい。 キブさんリスナーの皆様こんにちはラジオネームあられですこんにちは本日27日はあられの46歳の誕生日になりますいつもの運をいしくですはいわかりましたラジオネームあられさん46歳のお誕生日おめでとうございますね40代も楽しいですねうん、えー、ヒープ兄貴ごきげんようグシカ生まれのグシカ在住赤い PG6SA と申しますこんにちは 本日27日は私のお母様、まちこ母さんの約何回目かの誕生日となりました。やっぱり今年も37歳になります。すごいな <laughs>。いつの間にか息子の私の方が年上になっているさ。なんでかねー。ヒップさん、例のあれをお願いします。母さん、今いろいろ忙しいと思うけど、無理しないで、疲れていたら休んだらいいさ。こっちでどうにでもするからよ。次の一年も健康で、元気なあなたでいられますように、うーとうとう。はい。 赤い PG6SA さんのお母さん、まちこお母さん。永遠の37歳のお誕生日。おめでとうございます。ね、いつの間にか息子より若くなっているというね。すごい現象ですよね。ハイタイヒップさん、やんばる福木並木からリリリスマイルリンダです。こんにちは。お誕生日コナーへお邪魔します。27日は赤チチリスナーお仲間で人生の先輩、藤本澄子さん。 お誕生日ですおめでとうございます。これからも健康第一にチャーガン中で人生をエンジョイされて日々スマイルで頑張るんだ。はい。先輩リスナーさん藤本住子さん。97歳秋さみよ。お誕生日おめでとうございます。すごいですね。聞いてますかね。おめでとうございます。はい。では。 六月二十七日お誕生、あ、あの、さっき前言ったのでもやってましたけど、ハンサムの金城さんも誕生日ですね。はい、おめでとうございます。六月二十七日お誕生日の皆さんまとめて、おめでとうございます。はい、ハーピーバースデー。はい、本日お誕生日の皆さんの向こう一年間が、絶対に健康で、うん。そして、デイジ笑える、楽しい一年になりますように。 おめでとうございますこっち食べてくださいね肉食べた方がいいんじゃないかなと言っておりますよはいさあでは大屋さんですかえ、はい大屋さんですビーン大屋さんではないはい。名前大屋ですとかねはいはい。皆さんイブさんこんのツアー昨日は緑コンビニの冷やし中華で今日はオールコンビニの冷やし中華が昼飯の行きペイですよはい ここういういうにんんでるんでるすねねコンビニのこと、ね、<laughs> アンケートは「この暑さで体が数を求めているんだはずやさーの B 大やったらマンションとかアパートの主っていうことですよねそしたら大家が住んでるすぐ下の階には住んでますけど完全なるノー大家っす,、ね、すよ。なぜなら大家できるぐらいにじんと心に余裕がある人はこんな番組なんて聞いてないですよ。 そそれこそ優雅にランチしながら幸せじまきいてますよ。笑い方もふふふっすよ。不労所得素敵な四文字熟語っすね。ひぶさんが親になって最上階に住むとしたら沖縄のどこに建てますね。池部さん。ありがとうございます。こんな番組ね。うん <laughs> 絶対100じゃないわけよ。100はないってば今まで一回も。どんな何 とんがったアンケート取っても100ゼロはないんですよマジではい不労所得そうすね素敵ないよいよ自粛豪ですね最上階に住むとしてどこに建てるかうーんどこがいいかなんどこというよりも西日が当たらないように建てたいですね暑い <laughs> はいアシエな あ違うんじゃないじゃあ新都心とか。まあまあ、あれタッっちょツインタワー。とか。あとなんだチャタンとかがいいんじゃないじゃあ、もしやれったら。海が見えるとこがいいんじゃないうん。ヒブさん、ハイサイ、スーパーゲリマンダーです。ああ、こりゃこりゃ。こんにちは。今日のアンサーは少し前まで A だった。実は東京都内にワンルームマンション持っていた。ええー、会社の先輩に絶対に儲かるからと言われて10年以上前に買ったのよ。 もちろん業者に言われてローンを組んだよ。ほんで最初は業者に客付けしてもらってそれなりに収入もあったんだけどだんだん設備の老朽化とかで持ち出しが多くなってきた上に客を入れるために家賃も下げたりで全然うまみがなくなってきた。だから去年安値で売り払ったよ。トータルでは結局赤字だったな。やっぱり素人が不動産に手を出してはいかんという当たり前のことを学んだよ。はい。スーパーゲリマンダーさんありがとうございます。これねそうなんですよ。あの。 新しい時はまあ新築ですよっつってねいい値段で出せますけどいやね5年たち10年たちってだどんどん古くなっていってアマンコーリトンクマンコーリトン直すのはもう大家だからねこれのお金もかかるしほんで次の人出ましたはいもう築10年になってますとだ最初の値段では貸し切れないからねどんどん下げていかんといけんからそうなんですよ大変なんですよね不動産ってうーん。 えー、家賃収入で優雅な生活したいよねと思っていましたアンサー BP ですお邪魔しますはいこんにちはほんの23年ぐらいですが大家さんになったことはあります遺産相続で県外の一戸建てをもらい賃貸にして大家さんになりましたしかし古い建物だったので補修工事や固定資産税がかさみ所有しているとマイナスになりあれと思ってあれ思ってたのと違うと更地にして土地売っ払いました 夢の家賃収入はポラマイゼロ。夢やっぱり夢ですね。じゃあ、あ内地でこだって。うん、P さん、はい、ありがとうございます。うーん、これだからね、建物は古くなるからね、補修工事絶対必要になるんですよね。うんほんでほら、固定資産税、出た、出ました固定資産税。ね。 土地と建物にかかるやつ、うん。よっぽどなんていうのかな、うん。うまく運用しないと。大変ですよね。はい。そうだと思います。ね。うん、いや、ほらね、だから。前。いや、大家だったっていう人いるから、絶対百ゼロじゃないんですよ。皆様、こんにちは。昭和の猫です。こんにちは。今はアンサー B 10年前ならアンサーは A。もう。先代から引き継いだので、旧法の借地借家法の時代。貸主より借り主が幾分強い法律だったからめっちゃ大変でした。これね、法律も毎年変わってるんですね。なんかね、微妙にね。家賃入ってもほとんど修繕費用と税金で消えるし、家賃上げると出ていかれて新規の住居にも入らない。家賃滞納されても旧法だと簡単に追い出すことは不可能。 世間が言うほど家賃がポリっていうことなかったなあ。あ、うちっぽくなってしまってすいませんでした。はい、昭和の猫さん。ありがとうございます。はい、ちょっとやったことある人はこういうことねわかるわけですよね。貸主より借り主が幾分強い。ね。書いてある通り、家賃払ってないよ出てけって言えないというね。そう。いろいろあるんですよだからこれ法律で。 「9」って書いてあるから今はまたねちょっと違ってるのかもしれないですけど大変ねいいはずよだけで済まないですよ、ね、だからね本日も聞いておりますヌー太郎ですこんにちはこんにちは南城市出身の短足土地なし解消なしの私も短足関係あるかや <laughs> <laughs> なんか久しぶりに聞いたな短足ってこれ小学校の時に流行った悪口じゃないのこれ <laughs> うーん日ブーさんが8,000円で売ってる壺を買えば大家になれますか ということで本日のアンサーは B です。学生の時に住んでいたアパートの大家さんはとっても優しい人でした。家賃は手渡ししていたので、月末に大家さんの家を訪ねて家賃を払いに行くんですが、行くたんびに、漬物を持って行きなっせい。竹のコば持って行きなっせい。と熊本弁バリバリで話しかけてくれて、初めて県外で暮らす私に対し、本当に気遣ってくれていました。なるほど。 たけのこは食べ方が全然わからなかったので熟成させすぎて変な汁が出ていたのでアパート裏の竹林に埋め戻しましたが本当にありがたかった大家さんとの思い出です。リブさん大家さんは「住む部屋」と「愛を提供しているんです。今朝妻が「タン」を出そうと洗面所でカーッカーッとおっさんみたいな規制を上げて喉のケアをしていたので「はごうさよう」と注意したら「お前の注意の仕方は愛がないな」と叱られました。 キさんあの壺を買ったら大家さんに必要な「愛も手に入れることができますか?で」で本日も楽しく聞いております。はい、タイトル「いやあの声がでかくてビビったばい」ねうん、<laughs> いいやし別にもうこれもうね単短ぐらい吐かせよ本当にもうはいありがとうございます。いろいろあるからね生活、はい、してるとね。はいじゃあ ラジオネームルパン返したフジコちゃんからのリクエストほう森口博子で悲しみよこんにちは with 坂井美希を入りましたはい本日のアンケートあなた大谷さんですか、A はい B、いいえ、はい B. いいえおヒップさんはじめましてこんにちはモータープールと言いますはいウェルカムすいません モーターポールさんはじめましてウェルカン、うん、ありがとうございますメンソーリはい大家です仕事は車のメカニックですが三階建ての家を建てた時一階を貸し店舗にしましたその時から確定申告していますあ、このパターンもありますねそうですね大家さんですね、うん、はい。モーターポールさんありがとうございますよんな参加してくださいねいいですね うん、あ仕事場はじゃあ別にあってお家の1階部分を貸し店舗にしてるもう,もうこれはもう大家さん,んですね、うん、はいありがとうございます車のメカニックかいいですね、うん、ええ匿名希望さんヒブさんスタッフさんこんにちはこんにちは今日のアンケートの答え WA 今日のアンケートはヒープーさんのところの若い衆が近くにアパートかテナントでも探しているのでしょうかもしくは新しい営業所でも作るんですか一応数は少ないけどアパートもテナントも空きがありますよ今日も時間まで頑張ってくださいはいおわ ROK、OK、近くにもあるって書いてますね特命希望さんマジかえお高いんでしょう。<laughs> ねえ <laughs> いや別に僕は特に探してるわけじゃないんですけどねはい、えー、今日匿名でお願いねはいどうぞうん大家だよ固定資産税に似てるよ坪屋に演劇ん演劇場を重ねてあるさあそこもうちのアパートだよへえお、はいおいお、はい 最近少しずつ重ねの存在が知れ渡りお笑いや大喜利がそこで開催されてるみたいよ重ねのオーナー西平さんめっちゃ頑張ってるからさお笑いやちょっとした劇をしたい方はひカ重ねを使ってくださいあ宣伝料は西平さんに請求してね <laughs> へえ匿名さんはいありがとうございますそうだったんですねうんはい大喜利のねイベントやってるんですよめっちゃ興味あるんだよなねえはいありがとうございます えー、ラジオネーム、今日は優しい特命さん。ひぶさん、皆さん、こんにちは。こんにちは。今日のアンケート A 何何なんね今日のアンケート。これで終えですってリスナーさんに、ツボ売るつもりちなみに我が家の周りには、同じ名字の名前が付いたアパートがいっぱいあるので。かっこ、例えば、マイヒラアパートっていう感じで。息子の友達は全部我が家所有のアパートだと思っている。 壺を売りつけられたら困るので、アパートを何棟所有してるかは内緒はい、今日優しい匿名さんありがとうございます。うんこれなんで同じ名字の名前がついたアパート、映画がいっぱいあるってことかなこの辺。でもありますよね、確かにだから地区によってね、まあもうわからんけど例えばなんだ、日日がアパート、日がアパートみたいなね。う <laughs> んうんうん。まあ別にオーナーみんな違いますけどね <laughs> っていうことですよね。うん,ん。 はいありがとうございます面白いな一応匿名にしてはいるんですけど僕はわかるじゃないですか誰ってあえー大谷さんなんだっていう方結構いますねリスナーさんでね、うん、はいいやいいはずようだけではないんですよね本当ね大谷さんになったらさっきも一致言ってますけどメンテナンスから税金からやまた部屋が空いたら空いたでね 何ヶ月も何年も入らんかったらもうどん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 マイナスになっていくからね、どんな人入るかなしてまた心配してからにね。うん。ラジオネームはたびちーです。はいこんにちは。アンケートを B です。でも今住んでるアパートの大屋さんは俺のお父です。過去土地も含めて。古いアパートなので、親父と一緒にたまに補修をしたり、防水工事やったりして管理しています。ヒープーさんみたいな大事主と比べたら全然小さいですけど、ああ、シャッター付きの車庫欲しいな。過去今の場所はついていないので。 渡さんありがとうございます。ということはでも後々はじゃあ熱海知事が継ぐってことですかね違うのかなうんはいありがとうございます。これもまたねもし継ぐってなった時にもですねもうだって建物がどんどん古くなっていくんで直して使うのか建て替えるのかとかまたそういう問題も出てきますしねいやもうね建物って大変なんですよ多分本当に。 はい、さあイーブーさん皆さん、えー、ラジオネーム、メンソーレータムです。お久しぶりです。こんにちは。そして、アンケートは A。ほらほら、書いてあるさ。親父から引き継いで、これから大家になります。これまでも手伝いしていたけど、大家って楽して儲かるっていうイメージを持たれていると思いますけど、一応大変ですよ。やれ雨漏りだ。やれ草刈りだ。やれペンキ塗り直せえだ。やれ、都内の矢から嫌なかじゃがするだとか、秋くる、出ていく時にめちゃくちゃボロボロにされたり。 人は資金から出るとかって思ってるでしょアランドヒプーさん今の時代は敷金礼金なしですよなんやかんやで全部大家持ちです人によってはとっても上等がいるんですけどね聞くところによると住民同士でバーベキューしたり飲み会したりするみたいですねうらやましいさこんなあがいいですねはい面相礼タモさんありがとうございます、ね、え今敷金礼金ないの取らないんだ報酬代どうしてんのじゃ大家持ち全部 新築に近いところは取るけど古いところはもし基金、礼金いらないからとりあえず入ってくださいみたいな。はあ、<laughs> ええ。これ、補修運でええからよ。定義大変やんど。やれなんだ。壁。まあ、今大体クロスか。クロスが貼られてるのか。クロス。モルヒンガーなき。俺また貼り替え。 床もばんね傷ついてこれもまた磨いたりとか研磨したりとか塗り直したりとかんではっしゃみような綺麗に使ってくれた,ったらいいですけどね、うん、そんな人ばっかりじゃないからね、うん、お風呂場盛るカビとかって、うん、ハローテ T サージパラダイスデコガベジータと申しますこんにちはアンケートおえいです古い建物ですがじいちゃんの建物で 昔からいろいろ管理の手伝いをしていたのでじいちゃんが亡くなった後も私が管理することになりました基本は不動産屋が対応してくれるのですが何度か室内の壁面のペンキやド,ドアノブの交換水回りの取り替えなど業者に依頼するとお金がかかるのを自分たちで作業して経費削減とかしています一番厄介なのは変わった人が入居して隣人とトラブルになったり 部屋をきれいにせず退去後にものすごい状態になっていて現状回復するのに多額の費用がかかったりするのでもう参ります収入と支払いの計算やいろいろ数字の勉強をするので確定申告もスムーズにできるようになりました最近は弟も手伝ってくれているので大変助かっていますはいでこ,こがベジータさんありがとうございますほらねみんな書いてくるさ大変だってばっつってねえうん そうさ考えたら、ね、自分の部屋も掃除しないのにや。いいとこやったところも掃除しないといけなくなるんだよ。ね <laughs> 自分の部屋もそ掃除してるよっていうね話ありますけど。トントカイムさん。ヒブさんお疲れ様です。はいこんにちは。アンサー B。母が祖父から相続した家を貸していて大家でしたが借りた人が家賃を払わず裁判になり強制退去になったのですが退去前に借りた人が 払いせに大暴れした挙句畳部屋にシーバイ巻いたりしてとんでもなかったそうです最低だなこいつ <laughs> その後もう知らない人に貸すのはゴリゴリだと息子の私がその家に住むことになったんですが引っ越してから数ヶ月後スーツの男性が、えー、訪れて「まるさんはいませんか」と強制退去になった人の名前を言ったので「追い出した」と伝えたらそのスーツの男は金貸し屋。 借りた家の金だけではなく借りた金も返さなかったようで男を追いかけていたようです。マジで最低だな。どんと加山さんどうもありがとうございます。T じゃさやジュニア。うん。いい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 わこれ追い出したよ。じゃあお父さん。はあもうデイジーデイジやだもうこんな人。ねえ当に。 はいじゃあ一曲ラジオーねお前ゆえびさんからのリクエストいいですね村下光雄でだままりり入りましたはいお前ゆえびさんからのリクエスト「村下構造で日だまり」という曲をねラジオから浴び出しましたけどれこれ初めて聞いたかもしれんなうんねこんなアップテンポな曲があるんですねはいえー「埼玉県」 中木さん。ほう。ヒブさん、はじめまして、こんにちは。中木です。へえ。これ、ラジオネームなんでしょうね、多分ね。小学生の頃からぼちぼち聞いていましたが、なんだと初メールです。本日のアンケートを B。俺自体は親じゃないけど、親父が親なのよ。今は埼玉で仕事してるけど、ゆくゆくは継がないといけないね。じゃあ、仕事しながら聞いてるよ。ということで。なんと、20代前半の方ですね。中木さん。 ウェルカムはじめましてウェルカム<ン>あの非常にありがたい話ではあるんですが小学生の時から T サージ聞いてたんですか誰か止めなかったんですかなんか大丈夫ですかな何かしらの人生に影響を与えてませんうんはい。ということは。 親父さんが親ってことは後々は継ぐことになるんでしょうかねどうですかねええ、うん、面白いなえこれ埼玉県なんで内地のリスナーさんなんですよ、うん、内地のリスナーさんが小学校の時から沖縄のラジオを聞く <laughs> ええー。なんでねありがとうね、うん、はい。ユンタンザバンジュさんこんにちは えー、答え、A、30年ほど前に安い軍用地の情報があり飛びついたその後その不動産事務所は潰れしばらくは軍用地料が入りましたでも7年ほど後に解放返還になりました情報収集しなかった私の負けでしたどういうことですか勝ったところが、まあ、元の後のところにってこと 県に戻ってきたからもう私の土地じゃなくなったってこと買ったのになるほど、うん、うん、この不動産屋は分かっててあと何年かでこれ変換されるなと思ってえ今安いですよっつって運用地持ってたら得しますよっつって売ったかもしれんな、うん、いやなひゃつぶりと教だやこと、うん しばらくは軍用地力入るけれどももう返還されたら自分の土地でもなくなるってことですねはあ。だからやっぱりよ慎重に慎重を重ねないとダメですよねこの不動産っていうのはね本当に怖いようん。ヒブさんこんにちはドサキングですこんにちは今日ナンサーは 1OA 実は o 家だったりする O 自分は埼玉に実家があって今はこっちに来てるからその家を人に貸してるよ。もう3年ぐらい貸してるかな。それなりに家賃収入が入ってくるのはいいんだけど、築30年ぐらいの家だから何かと問題があるんよ。この間もエアコンが故障したとかトイレが水,水漏れしたとか何かと金がかかって儲かるなんてことは全くない。ま、誰かに住んでもらって廃墟にならずに住んでるっていう感じかな。もう、もう、もう、住んでもらってなんか、 ギャナーなるのを防いでるみたいなところですかねドサキングさんありがとうございますうん築三十年だとねそろそろ築地区終わり始めるかな、ね、はいありがとうございますあでもこの方がいいですよあっちに家があって今こっちに来てるんだったら空き家にするよりはねちょっとはでも週にも週にもなるし家は住まんとすぐヤなーなるって言うからよね イープーさんナナエさん上地和夫先生皆さんこんにちはいつものんびり青い野球帽子ですいい天気ですねはい非常にいい天気ですアンケート A、うん、外人住宅のオーナーです、うん、はそうなの管理は不動産がしているので住んでる方はわかりません古い住宅なので家賃収入のほとんどは修理代に回り手元に残りません でヒープーさん時間も出たしく相変わらずデータが少ないんだよな <laughs> 聞きたいのいろいろあるのに <laughs> うん、はい、ありがとうございます、あのー、えっと「かでな」あカデナか「かでな」とか「ヨみたん」とか裏剤、まあ、もあるかいわゆるこの「外人」住宅たこと言われるとこあるじゃないですか。おしゃれカフェとかになってたりするんですけどあれってこの戦後とか。 復帰とかかそ,その辺りののりあれなのかな建物だとするとですよもう地区50年ですよだからもうコンクリートもなんか崩れたりとか多分するんじゃないですか築50年だと。ねだからもう全部メンテですよ多分入ってきたお金。うーんはいありがとうございます。 うん僕結構好きですけどねあのー、コンクリ打ちっぱなしの外,外人住宅ねまあちょっと暑いかなクーラーないと多分夏はねはいじゃあコマーシャルです X でいよこさんが大やって大変なんだね結構いるねうん外から見るよりは楽じゃないですよねで宇宙外生命体さんはキャー青い焼星さんファンなんですよ、うん 何のファンかっていうとまた「全方位挨チュイなチュイな」名前言う挨拶あれが好きみたいなんですよこれはねあの言わない方がいいですこれもどんどん増えていくから人がこのうち朝の番組から全部言うはずだからねもうねうんほら伊よ子さんが速攻挨拶はたっぷりなのにデータが少ない」って <laughs> そうだっけよそうだっけよ <laughs> もっと聞きたいのにやねっ。 えー、ほいよ,よヒープーさんスタッフさん世界のリスナーさん元輸入中ですよ <laughs> 死に久しぶりに聞いたな <laughs> アンサー A 一応大ですおはいはいもともと畑だったところ父ちゃんが亡くなって兄弟が数人で家主になっていますそこは空き家だったけどある業者に貸していますだから俺にも家賃が入ってきますでも家と車と他のローンがあって働いても足りていませんヒープーさんありがとうございます 何がよ <laughs> <laughs> 何がありがとうよ <laughs> はいもとよりんさんありがとうございますまあねまあ入っても来ますけど出ても行くからねお金はね本当ですよ入ってくるばっかりではないからなうんはいえー少し晴れてきた東京から淡々のままです今日は暑さ少し落ち着いているようよかったですね沖縄と変わらんからな沖縄よりも暑い時あるからな 大屋ではないけれども、なうで大屋さんに交渉するところだよ。というのも、家賃更新の連絡が来て、もう長いこと住んでるから少し家賃交渉してみようと思って、会ったことないけど多分よ、おじいちゃん。少しでも安くなったらとってもありがたいな。ちなみに事故物件の情報は、売買物件は期限なし、賃貸はだいたい3年ほど、告知義務があるよ。でもそんなの気にするの日本人ぐらいで、海外だと事故つくと安くなるからめっちゃ人気物件になるらしいよ。 ちなみにこの前仕事で事故物件に行った時帰り道謎の体調不良で倒れて救急車で運ばれた実績を持つ私は気にします行ってたよねねそういえばね前ね事故物件行ってから帰りになんか変な気分悪なくなったっつってねえ海外こんなの気にしないわ好きや売 <laughs> バイバイ物件 期限は期限なし期限限ななししで、えー、と報告告知義務がある賃貸は3年しかない、うん、俺あれ聞いたんですよ賃貸の場合のこの事故物件ってあい1人誰か住むさ最初に住む人には告知義務があると、うん、でその2番目その人が出て行ったあと2番目には告知義務がないからあの松原谷さんっていう芸人いるさあの沖縄にもしょっちゅう来て番組にも出てもらいましたけどあの人はよこの1人目になってくれって頼まれるらしい。 2人目からは、まあ別にもちょっとだけ住んですぐ出ていってもらっていいからって2人目からね、告知義務がないからっていう話をしてたんですよ。本当なのかなそれと年な3年っていう年なのかないや、気になるよね。なりますよ、それは。うん、こんにちは。超久しぶりなメールのエリックックです。はい、こんにちは。アンケートの回答は、B 生まれてこの方、実家の一軒家に住んでいるので、大家さんがどんな人なのかは分かりません。岩屋の人が多いのかな？今 <laughs> やっておかげなんて思うけど、<laughs> 話は変わりますが、私にティーサージを聞くのを勧めてくれた。某お茶が大好きな職場の先輩 y さんが今日で職場を退職されます。私がお風呂を入ってなさそうに見えたからえー、思考に合うはずをつってティーサージを勧めてくれたんだ。<laughs> どんなどんな流れやがる。<laughs> くだらない話もいっぱいしたし私が仕事で悩んでる時も相談に乗ってくれてとってもお世話になりました次のお仕事も有力頑張ってくださいねはいエリ・クックさんありがとうございます Y 先輩今までありがとうございましたと T サージも進めてくれてね私がお風呂に入ってなさそうに見えたんだなっつってね <laughs> どんな絵がはいお世話になりました新しいところに行っても是非 T サージ聞いて参加してくださいよろしくお願いします ありがとうございいますなんかはい、島上りですはいこんにちはアンサー B ですが島上りの知り合いは大家というよりは不動産王がいますテナントビル8と思っていて八っ様さを不動産収入で新たにマンションを新築するみたいです巷では2代目は足らヌというさまさしくその通り20代半ばの長男がいるんだけど高校中退18で車の免許取って新車の BMW 買ってあげたら半年で廃車 今まで仕事もしないでポー太郎してたから知り合いにお願いして遠泳、えー、漁業に乗せたみたいです。いいね。遠泳漁船かに乗せたみたいです。マグロ取りにだ。はい。島城さんありがとうございます。良くないですよ。ちゃんと仕事させた方がいいですよ、こんなの。二代目なんてなおさら厳しく仕事させた方がいいと思いますけどね。えー、一曲、ラジオネームカーチーベイさんからのリクエスト、アバでマネーマネーマネー入りました。 ーーサージパラダイス昼にボケとこーはいやってきましたよ「昼ボケ」のコーナーということでね今日もね一番面白いベストギリスト決めましょうねはい今週のお題「ロケット発射5分前にはしない方がいい話題」これ今言うい,いよい,いよ何ならそうがやみたいなねことですよねはいいきましょう。 えー、一発目オレンジ団地さんのロケット発射5分前にしない方がいい話題とは <music> 入口に森樹はあったぜ <laughs>、まあ、悪くはないけどなんで置いてあるんだろうっていうのは思いますよねうんしかも和なんですね和,和のやり方、はあ、続きまして ルパンが愛した藤子ちゃんの「ロケット発射5分前にしない方がいい話題」とは「炎上」って書いてる T シャツ履いてる、ね、T シャツでロケットは乗らんと思うけど「え待っていやなんて書いてあればやこれいなんかこれおしゃれかなと思って「いや縁起悪さよや他にやるだろうや」つってねえ。 続きまして膝掛けレーシングさんのロケット発射5分前にしない方がいい話題とはアマワリとごさまるの話 <laughs> <laughs> いや今なや,やカウントダウン始まったんだよアマワリとごさまるってあいろんな意見があってからどっちどっちが悪者とかないわよとか言ってね。 続きまして壁ジェラさんのロケット発射5分前にしない方がいい話題とは <music> たくさんあるスイッチの中に次止まりますのボタンがあることに気づいたよし電源オッケーオッケーオッケースイッチえ <laughs> このボタンなんかこれこれバスについてるのアラあ,あのちょっと紫の <laughs> 押してみいやおいおさんけ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 ,さんけ,さんけトマインドーや <laughs> いいですね続きまして赤く染まった俺仲介家さんのロケット発射5分前にしない方がいい話題とは <music> お前おやつ何持ってきたばもちろんアポロあ俺もアポロ2人でイエーイハイタッチっていうね <laughs> 遠足あらんどや、いわ緊張感じゃしやや順に <laughs>、ぬやがおやつんり溶けるよや。<laughs> アポロ多分。<laughs> 続きまして、チーム洋服や市場のマキさんのロケット発射5分前にしない方がいい話題とは。<laughs> 本当にうさぎいるかな。月にね。<laughs> うん。うん。これテストはなかったのかこのパイロットの。<laughs> 今から宇宙行くっていう人が「え、うさぎ見れるかもしれんぜ」っつってのノーテストで選ばれてるな続きまして玉ティロさんの「ロケット発射5分前にしない方がいい話題」とは <music> 慌てた様子で「はいワンネーゾーリアンドワンネーゾーリアンド」と言ってる「ちょっと待って待って今ゾー,リ <laughs> ゾーリで来てしまったごめん」っていう <laughs> いやえ いや島上りで宇宙行くたるかや <laughs> ていうか何で誰も注意しないば <laughs> 宇宙服に島上りあるかや <laughs> 川崎のシオンさんのロケット発射5分前にしない方がいい話題とは <laughs> 隣の人の座席の下に猫が隠れてるのが見えるけど黙っとく待て待て待てストップストップ猫入ってきてるよ 「<laughs> 猫がいるよこれも一緒に宇宙行くことないんだ大丈夫やみ」っていうね黙っと置かない方がいいだろうこれ言わんと、えー、国分寺の加トちゃんのロケット発射5分前にしない方がいい話題」とは「じ」<music> G ってゴキブリのことかと思ってた <laughs> ね、ロケットですごい発射の時にね G かかる「あーこれ G がすごいな <laughs> !G がすごいな!」っていうのをゴキブリと思ってた安心不潔やんまロケットすごいなディやっぱテストないんだなパイロットのな <laughs> ラスト NB48 さんのロケット発射5分前にしない方がいい話題とは 発射台を間違えて、お立ち台を設置した。あスリートゥーは、てれ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 てててれってバカこれを立ち台やさにや。発射台持ってこい、ほら、やつって。何がたらったとったいわ。いいですね。はい、ということで、で揃えました。じゃあですね。本日のベストオーギリストを決める前に、はい、え、続いてはこちらのコーナーです。 はいじゃあ本日のねベストオーギリスト決めましょうねえー、ロケット発射5分前にはしない方がいい話題ねえー、発射台間違ええお立ち台が設置って, <laughs>、えー、て飛ぶけどいや知ってたかこれ発射台じゃないぜお立ち台だぜ下見てみあ本当だ <laughs> これちゃんと飛ぶか分からんみたいな。 エノビーホーティエットさん、えー、タマティロさん、はい、ワンネーズオリアンドワンネーズオリアンドストップストップっていう、<laughs> <laughs> ほら、いろいろあるよね。待って待って今ガム食べてる。今今ガム食べてる。ガム捨ててないまだ。な <laughs> <laughs> めてんのかお前っていうね。今日一これですね。膝掛けレーシングさん、あまわりとごさまるの話。<laughs> <laughs> かかるかやあまわりとごさまの話、わ分からん。いやのがいしえ、現代版組踊り、あまわりり、あれいんで、ごいはかいさ、ああ、ちびらさんどうや、高校生たけ一生懸命ゆいや、しや、や、3、2 <laughs> ー、ああ、あまわりとごさまのじゃ、帰ってきてから見ようね、つって。はい、おめでとうございます。 とということでロケットが発射しますよという5分前にはやらない方がいい話ね今浴びらんけという話ですねはいさあじゃあアンケート戻りまして大家さんですかねあ昼ぼけは24時間いつでもね起こって構いませんので思いついたら晩起こってきてくださいお待ちしております皆様こんにちは S サイズですこんにちは大家ですほう 先日部屋を貸してと女性と小学生が来ました。話では主人と別れたので部屋を貸してとのこと。ほんで貸してしばらくすると壁に穴が開いた。元主人が押し入って喧嘩になりあちこち穴が開いていましたよ。空き部屋のと空き部屋となるとクロス畳襖などリフォーム代に50万円ほどかかります。大家も維持費かかり大変ですよ。はい。皆さん聞きました 人が出て行った後綺麗にするなのに50万かかるってクロス張り替えて畳襖なども張り替えてあきさみようなこれがはい6部屋あってごらん300万円ですよねそのほかにもやれ網戸が壊れたクーラー壊れたまあクーラーは自分で買ってねとっていう人もいるかもしれないですけどえー、廊下の電気切れたはいもう大変ですよハローヒープさん南部の帰国市場ですこんにちは アンサー、A、あるよ両親からの相続されたアパートがしかしアパート周辺の土地開発道も上等になって固定資産税が爆上がり大変ですよ反省はい南部の帰国子女さんどうもありがとうございますねせっかく周りが上等になったと思ったら固定資産税が上がるとこれあの土地の値段に応じて税金かかるからはいだから 別に何もない田舎の土地はなかなか上がらないですけど、その田舎の土地に大きい道ができました。ね。大きいスーパーができましたってなると、どんどん栄えてくるさ。土地の値段がどんどん上がっていくんですよ。今、昔は例えば一つぼ、えー、例えば1万円だったとしたら、いい、今口っとかいなってきてからによ。人が集まってきてるからよ。もう今一つぼ15万だよと。ってなると、税金爆上がりですよ。マジで。ねえ。 大変また田舎だった田舎だってやっとちょ安いけど人が来ないさね、うん、大変やんばよことひぶさんこんにちはミーバイマルバイですこんにちはアンケート A 恥ずかしながら年中タンクトップですがこれでも大家さんです全部で7世帯住んでいますよ目の前が海でオーシャンビューだから人気物件で人が出る前から予約ありますへえあそうだったんだミーバイマルバイさんタンクトップなのに <laughs> うん、大谷はタンクトップっていうねなんかドラマできそうですけど <laughs> はいオーシャンビューかいいっすね、まあ、でもあれじゃない見栄えもあるさオーシャンビューだったらまたいいけど塩害ひどくないなんか鉄系のメンテナンス代が大変とかないね